今日は現代アートについてやっていきます。まずベースコートを塗っていきます。今日はポリッシュなので白のマットポリッシュを全体に塗っていってあげてください。で、二度塗っていくのでこの時ムラ感が出ても大丈夫です。しっかりと端から端まで白のポリッシュを二度塗りしていってください。次にカラーポリッシュでいびつな好きな形を作っていきます。オレンジも同様にあえてのいびつな形で作ります。アートに入る前に一度トップコートを塗ることで次の工程進みやすくなるので塗ってあげてください。でですね、アクリルの黒の絵の具で顔を描いていっています。あえて顔じゃなくて線だけとかなんかいびつなラインで入れてあげてもおしゃれだとは思います。この時ですね、筆、細筆を使うんですけど細い部分とか太い部分ですね、強弱つけてあげるとさらにおしゃれ感増すのでいいかと思います。アクリル絵の具ですね、完成したらしっかりトップコートを塗って乾かして完成させていきます。